レジェンドが大谷の異常さに警鐘を鳴らした。23年ぶりにドジャースが返り咲いた大谷の偉業とは？日々のニュースで彼の名を耳にしない日はないほど、日本をはじめ全米で注目を集めている大谷選手。彼が打ち立てる数々の偉業に、人々は彼を異次元、化け物と評すことも多いですが、そんなありえない功績を残し続ける彼に一番注目しているのが MLB のレジェンドたちでした。彼らは大谷選手の活躍に興奮し、 MLB の枠を超え全米に影響を与える彼の存在感に大きな期待を寄せています。今回はそんな興奮冷めやらぬレジェンドたちの生の声をご紹介しましょう。9月26日にドジャースの本拠地で行われたパドレス戦で、大谷選手は2戦連続で決勝的自打を放ち、5打数3安打1打点の成績を収めました。この大谷選手の活躍のおかげでドジャースはパドレスに逆転勝利。ドジャースは3年連続で22度目となる地区優勝を果たし、大谷は MLB 選手の中で23年ぶり19人目のシーズン400塁打という偉業を達成。5万2443人の観客全員が歓喜に沸き立つ中、ワールドシリーズ制覇への道を切り開いた大谷翔平に黄色い歓声が送られました。また観客動員数をとっても今シーズンで20回完売となり、トータルの観客動員数は394万1251人を記録、球団史上2位の記録となりました。大谷選手がドジャースに加入したことで大盛り上がりを見せていることが分かりますね。大谷選手にとって悲願だった優勝を手にしただけでなく、リーグ全体で優勝を争うプレーオフ進出への切符を手にした彼を、MLB で伝説と言われているマリアノ・リベラ氏は大谷選手の異常さを絶賛しました。過去にレジェンドと称えられてきた打者が霞んで見えるほど、今シーズンの彼の成績には衝撃を受けました。過去に松井秀喜とプレーしたことがありますが、彼はチャンスに強く大舞台に立つと実力以上の力を発揮していました。そして何より飛距離がすごかったことを覚えています。でも大谷選手は松井秀喜よりも飛距離が圧倒的で、打席に立った時もランナーとして出た時も素晴らしい集中力を発揮しています。投手からしたらかなり厄介な相手だと思います。打席で勝負すると高い確率で長打になるし、勝負を避けたら盗塁されて次の打者にうまくつながれてしまう。まさに大谷選手は投手泣かせな選手です。マリアノ・リベラ氏はこのように大谷選手を絶賛しています。しかしその一方で大谷選手の今後の課題としてプレーオフについても触れています。またプレーオフを経験したことがない大谷選手にとって、彼がこれまで以上に飛躍するにはプレーオフで経験を積むことが必要不可欠です。プレーオフは通常シーズンの雰囲気とは全く違います。そんなこれまでにない環境下で戦わなければならず、その経験が選手を大きく成長させてくれるのです。そしてプレーオフでは一つも負けることは許されません。そうした張り詰めた緊張感の中で戦うため、ずば抜けた精神力と集中力が必要になってきます。大谷選手は現在でも並外れた精神力と集中力を持っているので、今の彼がプレーオフを経験することでより磨きがかかることでしょう。さらに彼は大谷選手の400塁打についても触れました。これまで400塁打を達成した選手はステロイド使用疑惑など違法薬物疑惑が浮上したことが何度もありました。この記録を達成するためには違法薬物に頼らざるを得ないほど高すぎる壁なのです。しかし大谷選手はそうした疑惑は一切なく、れっきとした自身の実力でこの記録を達成しました。これまでの歴史の中でステロイド使用疑惑がなく400塁打を達成した選手はほとんど存在していません。またステロイド使用疑惑がある選手で400塁打を達成した捜査はこの記録に到達するまで9年、ボンズに至っては15年かかっています。しかし大谷選手はそうした疑惑もなくクリーンな状態にもかかわらず、たった6年目にしてこの記録を達成。間違いなく大谷選手は野球界の英雄として歴史に名を残すことになるでしょう。 MLB 通算303勝を達成したランディ・ジョンソン氏は、大谷選手の存在はある意味危険だと警鐘を鳴らしています。大谷選手のプレーは見ていて興奮するし、ありえない偉業を達成している素晴らしい選手だと思います。そして MLB の人気が低迷している今、大谷選手のおかげでその人気が回復してきていることにとても感謝しています。しかし彼の二刀流が原因で MLB 全体の均衡が崩れかけているのではないかと感じていることも事実です。
これまでの野球界の歴史の中では投手と打者ははっきりと区別されていました。投手は高い球速と変化球で打者を惑わせ、打者はそれに対し強力な打撃で応戦するのです。大谷選手のような投手としても打者としても素晴らしい実績を残している彼は、これまでの野球界の枠組みから外れた逸材のプレイヤーでもあります。ただ彼のような二刀流の選手が現れたことで投手と打者の役割が大きく変わってしまうのではないかと心配しています。まず一つに大谷選手の実績と存在感が大きすぎるあまり、 MLB 全体で大谷選手のような野球界の宝には絶対に支給を当ててはいけないという空気感が流れています。大谷選手に支給を当てて怪我をさせるということは永久戦犯だとでも言うような雰囲気です。しかし投手として言わせてもらうと、支給も勝利をつかむための作戦の一つなのです。故意に球を当てることは褒められたことではありませんが、支給は強打者を抑えるための有効な手段でもあるのです。しかし大谷選手には絶対にこの方法は使えない。もし彼に支給を当てて選手生命を脅かすような怪我でもさせてしまえば、MLB 全体を揺るがす大問題になってしまう。でも大谷選手を抑えるためにはもっと厳しく攻めるしかないと思っています。体を大きくのけぞらせるくらい攻めないと普通の投球では抑えられないほどの選手です。大谷選手に遠慮していたらまず勝つことはできないでしょう。またランディ・ジョンソン氏は続けて、大谷選手の存在がこれからの若い選手に及ぼす影響についても語りました。大谷選手の数々の偉業は野球界の革命であり、野球界だけでなく全米のスポーツ界にも大きな影響を与えています。そんな彼の大きすぎる存在感が MLB のルールを変え、二刀流に憧れを持つ若者まで出てくるようになりました。しかし大谷選手が MLB に来て6年経ちましたが、二刀流で活躍している選手は大谷選手以外に聞いたことがありません。でも大谷選手に憧れるあまり、せっかく実力があるのに無理に二刀流を極めようとして実力を発揮できず終わってしまう若者がたくさんいるのです。 MLB に所属している選手でも投手をやりつつ打者としてもいい成績を残してきた選手は山ほどいます。それでも二刀流を極めようとするあまり、結局どっちつかずになってしまい成績を残せない選手が大半なのです。投手としても打者としても MLB でトップクラスの成績を残さないと二刀流はできません。それに二刀流は怪我のリスクも高まり、選手が二刀流にこだわればチームとしてもそのリスクを考慮しなければいけなくなり、双方の負担になってしまうこともあります。ただ大谷選手のように文句のつけどころがないような結果を残していれば、チームとしても彼の好きなようにプレーしていいという空気になるし、これだけの偉業を成し遂げていれば仮にいい成績を残せなかったとしても文句を言う人は誰もいないと思います。現に毎年チームを勝利に導いているのは間違いなく大谷選手なのです。だから大谷翔平は特別なのです。大谷選手のような存在は野球ファンにとってもチームにとっても魅力的であることに変わりはありません。ただ大谷選手の存在が大きすぎるあまり、MLB 全体の均衡が崩れるなど野球界に与える影響について心配な面があります。と大谷選手が偉大すぎるあまりその存在感を危惧する声まで上がっています。通算696本塁打記録保持者のアレックス・ロドリゲス氏は大谷選手のことをこのように評価しています。打者としてヒットやホームランを打てるかどうかは技術やその時のコンディションが関係してくるけど、走塁は調子の良さはほとんど関係なく高い技術が必要になってくる。大谷選手はそのあたりがズバ抜けていて、投手の癖をつかみモーションを盗んで走っている。大谷選手は相手の癖を見抜くことがうまく、もしかしたら投手の心理状態まで把握しているんじゃないかと思う。彼の走塁技術に関しては脱帽だ。来季も盗塁を50個するのか今から楽しみだ。と大谷選手の観察力の高さにエスパーではないかと持論を展開している人物もいます。過去にエンゼルスとして大谷選手とプレーし通算703本塁打を達成したアルバート・ポロルス氏も大谷選手を絶賛しています。大谷選手は私がこれまで見てきた選手の中でも特別な才能を持っています。彼が達成した 50-50 は彼の努力と集中力の賜物です。プレッシャーの中でも冷静さを保ち、常に状況を把握しながらその中で自身の役割を瞬時に理解し実行できる能力を持っています。彼の集中力こそが成功の鍵なのです。大谷選手が練習に打ち込んでいた時の姿勢が今でも印象に残っています。彼は全神経を集中させて小さなミスも許さないとでも言わんとばかりに
強い意志を持って一球一球投げていました。そんな彼のひたむきな姿勢と意志の強さが他の選手にも影響を与え、彼のおかげでチーム全体の士気が高まっていました。また大谷選手はベンチにいる時、誰よりも相手投手を分析しています。 MLB はチームの数が多く、初顔合わせの投手がたくさんいるため、それぞれの投手の癖やスピンレートなどある程度記憶しておく必要があります。しかし大谷選手はベンチにいるわずかな時間でこれらの情報を全て記憶してしまうほどずば抜けた集中力を持ち合わせているのです。そして彼の集中力はプレーの質にも現れています。大谷選手は打席に立った時、投手の動きや球の回転だけでなくフィールド全体を把握して適切な判断を下します。こうした大谷選手の能力は才能だけではなく集中力と日々の努力の積み重ねから来るものなのです。今後彼がどんな記録を打ち立てるのかとても楽しみです。このように大谷選手の活躍に MLB のレジェンドたちがこぞって反応し、彼の功績を称える一方でその偉大すぎる存在感が思わぬ波及を及ぼしてしまうのではないかと危惧する人物まで出てきています。野球界を超えスポーツ界にまで影響を及ぼしている大谷選手の活躍に今後も目が離せませんね。今回は MLB レジェンドの大谷選手への称賛コメントについて解説しました。ぜひ動画の感想はコメントで教えてください。次の動画が気になる方は高評価とチャンネル登録をお願いします。